皆さんこんにちは、丸川です。今回はアシェットのヴァルキリーの続きをやっていきますよ。さーて今回は、第35号。第35号では、たまにある確認会。こちらの機種株の確認作業ということで、確認するだけだったらすぐ終わっちゃうよ。ということで、前回予告していたキャノピーの処理をしていきますよ。それでは今週もスタート。それでは始めていきましょう。今週の週刊ヴァルキリーを作ろう。今週はコックピット株の確認作業です。確認といっても、パーツを眺めるだけなんですがね。いろんなところにマーキングがされています。それと、各所に穴が開いていますね。LED パーツの穴かな。材質は樹脂パーツになっていてとても軽いです。印刷ずれなどもほとんどなくいい感じですね。少し汚れみたいなものがありますが、許容範囲ということで。という感じでパーツ確認はこの辺にしておきます。それでは、キャノピーのパーキングライン処理をしていきましょう。まずは800番あたりの紙ヤスリを使って、目立つ部分をひたすら削ります。塗装部分もありますが、気にせずいっちゃいましょう。800番でパーキングラインが目立たなくなるまで削りました。ここからは1000番の耐水ペーパーを使って、全体を慣らしていきます。最終的には2000番あたりまでかけて、傷を細かくしていきます。2000番までかけて、家にあったプラ用のコンパウンドで磨いてみました。まだまだ傷が目立つので、さらにこれで磨こうと思います。コンパウンドで磨いても少し傷があったので、最終的にクリアを拭いてみました。内側に少し傷がありますが、表面はだいぶ綺麗になったと思います。内側だけもう一度コンパウンドかけます。ここで未処理のキャノピーも見てみましょう。やはりパーキングラインが目立ちますね。パーキングラインの処理は塗装をしたりと少し大変ですが、皆さんも挑戦してみてください。今週はここまで。いかがだったでしょうか？今回の VF1 制作。今回は、パーツの確認作業だけだったので、前からやりたかったキャノピーのパーキングラインを処理をしてみました。自己流ですがいい感じにできたと思います。それとパイロットフィグアも今後塗装したいなーって思ってますので、お楽しみに。こんな感じで、今後も手を加えていきたいと思いますので、また見に来てくれると嬉しいです。チャンネル登録もしてくれるともっと嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。